おはモーニン。2021年最後の動画になりました。1年が終わって切り替わるという実感、全くなくない？今日も昨日も明日も猫たちとゴロゴロ過ごしてるだけだもの。今年も、どん兵衛で、どんじろうで締めます。年越しは毎年恒例、どんじろうで締めようと思う。うどんだと物足りないし、どうせなら、じろうっしょ。意気込みの一缶開けて、乾杯！去年はね、優雅にエビス様注いで同じくどんじろう作ったの。覚えてる？早くこのくらいまで髪伸ばしたいなぁ。え、1年もう経過したん？ジロー鍋に入ろうとする1年前のシャッケ、人の布団を奪い取る1年前のシャッケ、やっぱり確実に巨大化してる。今年も特盛りのきつねうどん、ふっくらお揚げ、東日本版で。西日本と何が違うんだろう。ちなみに1年後の現在のシャッケはこちらです。まず肝心要のチャーシューとスープを生成するよ。はぁ、よっこいしょー、よっこいしょー。2本も作っちゃってと思うじゃないですか。これ3本もあるんですよ。作り置きして正月は極力引きこもれる体制を取る作戦。そして自分が作るチャーシューが大好きすぎるというのも理由の一つ。片手に入る数少ない自信がある一品。多分誰でも作れる。しばらく圧力鍋で豚汁を吸収していきます。放り込んだ瞬間に美味しそうな姿になるのやめて。お腹が空いちゃうからさ、もらい物の網漬けキムチつまむか。キムチって豊富なカルシウム入ってるんだ。栄養摂取ということでウィダゼリー的感覚でいただきます。この時相当お腹空いてたんだよね。うますぎてほっぺ痛くてもだえてるもん。豚を優しく我が子のように見守る親ってきっとこんな気持ちなんだろうか。ちょうどいいタイミングで生姜とニンニクも入れる。長ネギ忘れちゃったからイマジナリーネギも入れておいた。密閉時短。人参とかも前は入れてたけど、あまり違いが分からなかったので今のスタメンはこんな感じ。返しだけ先に作っておこうかな。ベースとなるお醤油。学んだことは素人の目分量を信用するなということ。ホンテリ開封前の期限がすでに1年以上前だった。本来ならこれを使ってしまうところだが、教育番組枠なのでコンビニダッシュで買ってきた魔法の粉。味の素、粉雪みたいで綺麗に溶けてく。雪崩発生。入れすぎた味の素は見なかったことにしておきます。もうこれだけで飲みたい。それくらい香りが良すぎる。先より飲みたいって思える。液体久しぶりだよ。豚を入れておくだけで分かります？こんなにうまそうなスープができるの。ここからが一番もどかしい時間。豚をチャーシューにするために返しを染み込ませる。前はせっかちすぎて15分くらいで引き上げて、食べたらちょっとまだ味が薄かったので今回はちゃんと我慢する。2021年最後のチャーシューは完璧でありたい。ニンニク団員運動会を始めます。普段運動しなさすぎてニンニクを刻むだけで息切れ限界。でもニンニクのためならと思える。真剣な眼差し。だからジムも何かの目的があれば通える。もちろん痩せたいとか筋肉つけたいって目的はあるけど、もっとこうなんか違うんだよね。もうそれだと続かなくてさ、終わった後にしかラーメンすすれないとか、強烈なご褒美目の前に吊り下げないとダメなのよ。今年最大の敵なんじゃない？ホロホロすぎて切るのが下手くそすぎる。柔らかすぎる。感動よ、届け。野菜はもやしとキャベツ。どん兵衛完成とタイミングを合わせてシャキシャキ感を維持する。急げ。お玉で少量ずつしか救えない問題。覚悟はいいか？俺はできている。野菜の救出。同じタイミングを狙ったのに先に出来上がってしまったすれ違い。最終的には一緒の丼でゴールインするから、ドラマ的にはすれ違う展開待った方がいいよね。そういうことにしておこう。できた。ここからは麺が伸びないうちに盛り付ける。ふっくらお揚げを一旦どかして米の出番。最近発見した新しい食べ方、粉末スープ。半分はどん兵衛の丼ぶりの中に入れて、残りはご飯の上にふりかけのようにかける。カシャカシャ袋の音がしたからか、ポッピーが自分のご飯だと思って寄ってきた。ごめんなぁ。違うんだよ。漬物をご飯の端に添えて、だし染み込んだお揚げを乗せてあげる。最後にスープをかけるとお茶漬け風にもなるし、たらふくお腹いっぱい。パイになりたい時はこれを食べる。チャーシューと野菜をこんもり盛り付けたら、チャーシューから収穫した背脂を頂点に君臨させる。刻みニンニクで凹凸をつけたら、背脂が二郎に突き、着陸戦したアームストロングに見えてくる。歴史を返しで刻む。出来だ。これ食べて年末を実感し、多分トイレハイになって寝て終わるんだろう。今年最後になるであろう本命の酒彼氏。一年間お疲れ様でした。乾杯。おいしい。元彼氏で復縁したビールと過ごした月日もあっという間に1年以上経過していたんだね。肝臓の壁崩壊でビールと私が結ばれた。沈黙の臓器にも1年間のお疲れ様。ラストズルポズルポしましょうか。どんじろうに敬意を込めて髪を一つにくくり、いただきます。まずは野菜。返しで味付けされていてシャキッと。おいしい。チャーシュー、実は味見をしまくったから、もう食べる前から結論が出ている。おいしい。食物連鎖、命に感謝。野菜と合わせて頬張れば一緒にして最上級の野菜炒めになる。スープも申し分ないうまさ。これだけで酒が飲める。つるぽつるぽ。
ありがとう。思わず溢れたありがとう。なんだか切ない。2021年にさよならするのが寂しい。解けないでほしい魔法。宇多田ヒカルさんのフレーバーオブライフは人生の風味という意味があるそうだが、確かに人生甘いだけじゃなくて寂しいとか、切ないとか、ほろ苦いスパイスがあった方が人間やってるなって思えるよね。私も負の感情から解放されたくて社会人離脱して、やっと何も起こらない絶対的平和な世界に逃げ込めたと思ったけど、やっぱり負の感情からは逃げ出すことはできなくて、何もしなければしないでこれでいいのかなって不安とか、さすがに寝て終わりはあかん、映画とか見ておけばよかったみたいなね、負の感情に支配されてしまうの。でもこういう感情が芽生えるからこそ、新しい物語に出会えたり、動画作ってみたり、月内二日酔いで笑えない一日を過ごして、あの飲み会でなんかやらかしたかな、余計なこと言ってないかなって後悔も多いけど、そこで深まった絆とか記憶のない青春はかけがえのない思い出の宝物にしばらくすると変わってることが多い。人とあまり関わりが少ない私でも最悪な事態に直面することあったりして、その時はもう死にたい、ハワイに逃亡してバカンスしたいって嘆いてしまうけど、こういう属性はこういう技を使ってくるからこう対処しようとか、無意識に自分も人を傷つけないように行動や発言には気をつけようって教訓として生かすこともできる。ほろ苦さがあるからこそ人間力ちょっとレベルアップしていけるのかな、なんて一年を振り返ったもんです。来年の人生の風味をより豊かにするのであれば、イマジナリードッグを具現化するか、たまに夜一人で飲んでいると寂しさ生まれて誰かと飲みたいかもって気持ちをバネに、もう少し人と関わってみたいな。憧れの人を、目標の人を探したい。そんでもって表情の筋トレと猫のモノローグを実践する場所が欲しい。それでどもらずに堂々と話せるようになったら、今までずっとファミレスとか個人で完結できる場所ばかり飲み歩いてたけど、勇気を振り絞って行きつけの居酒屋とかバー作ってみたい。勇気と自信が欲しい。そんなことを考えながら物思いにふけています。お疲れ様でした。自分だけごちそうさまじゃ物足りないと思うので、シャッケとポッピーにもうどんをプレゼントしました。去年にゃんこそばを与えたらもうほぼね食べなかったんで、今回ふかふかのうどんベッドにしたよ。ビールも添えておく。しかし残念なことに数日前から置いてあるのに1ミリも興味を示してくれない。泣いていいですか。見向きもしないポッピーは赤ちゃんだから寝ちゃいました。良いお年をと耳元でつぶやいておく。冬はこたつでみかんでしょうと思ったら、予想以上の量で1日5個くらい食べてる。これでしょ、みかんね。5キロのみかんが届いて、みかんパラダイス。みかん&ようかんのストゼロ、おいしい。四季折々を楽しませてくれるストゼロ愛。いやー、今年一年いろいろありましたね。何が一番大きな出来事だった？私なんだろうなっていろいろ考えたんだけど、やっぱり本を出したことかなと思っていて、無職時々ハイボールのエッセイも今年じゃない、3月くらいだよね。で、その半年後くらいの夏に未知なる領域の小説を書いていて、自分の本が世の中に出るなんて一人も想像してなかったから、それが出たっていうのが今年っていうか、なんか人生の中でもすごいびっくりマンポイントなのかなって思ってます。2021年終わるって感じが全くしないんだけど、今年で50万人に行くと思ってなかったので、今年中に。それがもうびっくりです。皆さんありきで感謝なのでありがとうございます。今年中に出会っていただきました、ありがとうございます。健康な22年になれるように私は祈ります。肝臓に強く生きてほしいっていう祈りを込めて初詣行こうと思います。夢の中で。おしまい。2021年の私、2021年本当にありがとうございました。2022年も坂村ゆっけと一緒に過ごしてくれると嬉しいです。それでは良いお年を。バイバイ。